忘れ物ない？ティッシュ持った？ハンカチ持った？衣装持った？小銭入れ袋持った？いいね、そうしよう。僕はいいけど、コミさんは？じゃあコミさん、俺と僕を頑張りましょう。あなたでいいから早くしてください。え、あ、じゃあ失礼します。大丈夫ですか？もう一回行きましょうか。置いてあるよ。まだ痛みますか？ああ、すみません、驚かしちゃって。あ、いや、ちょっと疲れちゃったんで休憩に。どうだ、学校は？泣き止んだ。お行儀よくしましょうね、こうちゃん。でも携帯で連絡取れば大丈夫ですよ。落ち着いてて素敵だな。なんか盛大に勘違いしてる気がする。神に勝利を！これはダメ。コミさんに10点。何何、せっかく応援に来たのに。ハチマキですか？ありがとうございます。あれ、コミさんどうしたんですか？やっほー、コミさん。いや、あの、これは違う。やっほー、お二人さん。あ、ちょっと慣れ慣れしすぎた。二人のこと応援してるから。種類があるんですね。おーい、取るよ。好きな性能を選んで。これでいい。取るモードはどうする？にっこり笑って。ふぅ、ボコリンボポーズ。最後は仲良く変顔を。これは、これはひどい。不安しかない。俺も行きたい。あ、私も。俺も。いや、ダメだ。私たちは古見さんのためにこの文化祭を成功させるという使命が。買い物に行く時間はない。やっぱりやめとく。いらっしゃいませ。どうぞ、空いてますよ。何にしますか？どうしたの？配り終わった！ただの君も小見さんも僕もお疲れ様。じゃあ帰ろっか、コッコ。準備の続きしなきゃですね、コッコさん。
僕は馴染みのか。お、おいしい。只野くんは誰のおにぎりを食べたんでしょうね。何が出るかな。いや楽しかったね。大丈夫ですか。かっこいいですねバンド。何ドキドキしてるんだ僕は。一の一メイドカフェイターン。でしたが一部生徒の不適切な営利行為により最優秀賞は取り消しとさせていただきます。小見さん一緒に踊る。小見さん僕と踊る。ふざけんじゃないわよ。気にしなくていいですか。そしてついに